金属で結構な金額もらえたのでお裾分けプラス揃いべ現地チケ当たらなかったのでスパチャで払います。プラチナまでファイト。スーパーチャットありがとうございます。やばい、11月10日だよな。怖えー、俺怖えー、俺大丈夫かな、マジで大丈夫だよね、大丈夫だよね。別に今いつ見たことない人が来るわけじゃないもんな。俺の配信見てくれてる人が来てるわけだもんね。別にお前らが来るんだもんね。お前らの中のやつが見るわけだもんね。いや怖えー。そうやな、大丈夫大丈夫。マジちょ、まあそうね、マジで、はい、ちゃんとやります、ちゃんと。踊ったりしないんで、そんな余裕ないです。対戦を確認。カラオケ大会なんで踊りません、踊れません。あと30、ある通販サイトでよく服買ってるんだが赤のインナーがほぼ売り切れてます。みんな買った？買ったんかな。なんか勝ちそう、この人たち。最後の一人だ。あえて、まあいい。いや全身赤タイツで来るやつマジでいんのかな。いたらビビっちゃうんだけど。いや赤ピクミンそんな来られても困るわ。さあさあ、まだ終わりじゃないよ。でも火に強いよ。火に強いという特技何も活かせない会場では。人生初スパです、ありがとうございます。カラオケ大会のチケット全部外れてしまったんですが、さらに当日仕事で出勤必須のでかい会議が入ってしまって泣きそうなので、あ、スパチャで発散します。オンラインでは絶対見ます。ありがとうございます。グッズも買います、ありがとうございます。これからも頑張ってください、ありがとうございます。感謝です。いやーでも緊張すんな、もう考えるだけ緊張するわ。なぜか緊張しなくていいのに、見に来るの君たちだから緊張するな。ーなんかカラオケ大会なのに、ただのカラオケ大会タンバリン持って応援するわ。ガチのカラオケでタンバリン使ってるやつ見たことないんだけど、みんな使う？タンバリン、あれ借りなきゃダメでしょ、わざわざ置いてあるとこもあるだろうけど。